で、ルンバはね、むっちゃけた話していい。確かにね、ルンバとかのお掃除系の道具ははかどるっちゃはかどるんだけど、あれはね、ルンバくんが通る道をまず綺麗にしなきゃいけなくて、ルンバのためにまず自分で掃除しないといけないんだよ。わかる？そもそもそれがしたくなくてルンバ買ってるのに、あのルンバのために部屋を片付けないといけないの。わかる？これそうだよね。で、結局ルンバもたまに使うんだけど、結局私は掃除機、普通の掃除機あるじゃん、あれで掃除してる。そう、ルンバくんはね、マジであれは、まあ、部屋をずっと綺麗に保ち続けるためには効果あるかもしれないんだけど、本当の意味の掃除っていう意味ではルンバくんは向いてない。本当の意味の掃除ってするんだったら、マジで掃除機以上便利なもんないと思うわ。しかもね、うちね、玄関がね、ちょっと段差あってさ、一回ルンバくんかけてた時ずっと玄関掃除してたわ、段差落ちて。1時間ずっと玄関掃除してんの。玄関だけピッカピカになってたわ。だからルンバくんを起動するときは玄関にさ、行かないようにさ、あのなんか段ボール置いてさ、行かないようにとかしなきゃいけなくて。だ、便利っちゃ便利だよ。あの使いどころによると思う、マジであれは。あと人を選ぶ。でも確かに便利ではある。気がついたら終わってるっていうのはやっぱり。いや、バーチャルフェンス置くより段ボール置いた方が早いぞ。だ、そっち、だってそっち行かないから。いや、なんかあるよ、ルンバくん、あの行ってほしくないとこにセンサー置いてここまでみたいなあるけど、それやるより普通に物理的に封鎖した方が早いぞ、あいつは。わざわざセンサー置いて設定するより物理で制御した方がめっちゃ早いから、あいつ。いや、マジでマジでそうだよ。いや、だからマッピングしてスマホで設定できるロボット掃除機もあるよって書いてくれてるじゃん。そもそもマッピングしてスマホで設定しなくても掃除してくれるが理想なのよ。わかる？わかる？このニュアンス。そういうめんどくさいことをしたくないから使いたいのよ。そう、勝手にやっててほしいのよ。勝手に、ほら、行っといでっつって、バッて出して、ウェーって勝手にやってくれて、で、勝手に戻ってくるっていうのが理想なの。だから、もうね、その設定をしなきゃいけないっていう時点で、私の中ではめちゃくちゃめんどくさいのよ。だからもう自分でやりたいところだけ掃除できる掃除機が一番便利だなっていうのが分かった。ここだけ掃除したいっていう時あるじゃん。今日はなんか ここだけめっちゃ汚いな、ここだけちょっと掃除してえなっていう時ルンバ使えないじゃん。っていうので、やっぱり使いどころがちょっと違うかったんだろうね、私のね。だからあれは日常をお部屋をきれいに保つためのあれなんだなっていうのは分かった。だから掃除という意味だったら掃除機が最強。ただ日々部屋をきれいに保つっていう意味だったらルンバくんはめちゃくちゃいい。